皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はスタンスの向きとグリップの関係について、説明をしていきます。どうしてもコースに出てこのスタンスが目標方向に構えられないとか、まっすぐ構えるとどうしても違和感があるという方多いと思います。実際に練習場ではマットのライン、あるのでこの方向性も取りやすいんですが、何もなくなった状態でまっすぐ構えられるかといったのが難しいという方はですね、今回のレッスンをしっかりと聞いてください。今回はですね、このスタンスの向きをグリップの向きで修正していくということをやっていきます。まずですね、左手のグリップがウィーク、要はこのストレートラインに対して左手がこういうふうにですね、ナックルが向こうから見えない状態、左手がウィークになっている、また右手もウィークになっていて、こう上からかぶせるような形になっている方というのは、こういう形で左側に目標方向向いてしまいます。このような形で向いてしまうケースが多いです。なのでこういう方は通常のグリップにストレートにして構えられるようにしてください。またフックグリップが強い方、ストロンググリップですね、左手の親指がだいぶ右側に来ている、また右の手が下から握ってしまいすぎている方っていうのは、こう右を向いた形になりやすいです。この向きをグリップを直さない状態でまっすぐ向いてくださいっていうと、どうしても違和感があってフェースがかぶってしまったり、このしっくりストレートの感覚がつかみにくいです。なのでフックグリップ、ウィークグリップそれぞれあると思いますが、この肩のラインやスタンスの向き、まあスタンスの向きがメインなんですけども、スタンスの方向が取りにくい方はこのグリップを少し修正してアドレスを取れるようにしてみてください。左に向く方はフックグリップにして、右を向きすぎてしまう方はフックグリップを少しストレートに戻すといった形で、このアドレスの修正をして構えられるようにしてみてください。そこでスイングをしてみてまっすぐ飛べば OK です。このもちろん足のラインをきちっと合わせて、フェース面もまっすぐ合わせてスイングする、このような形でまっすぐ飛べば問題はありません。どうしてもですね、こう握ってから左向いてるよって言われて右を向くとフェース面というのは開いてしまう、逆に右を向いてますよって言われて左に戻すとフェース面はフックになってしまいます。このあたりですね、きっちりと押さえてグリップの関係とスタンスの向き、一度皆さんチェックをしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。